8月4日放送のスノーマン、メグロレン、26、主演の金曜ドラマ、トリリオンゲーム、TBSK、2、メグロのジャニーズ同期入所の親友、原吉高、27、がゲスト出演することが告知され、視聴者の間で大きな話題になっている。7月28日放送の第3話の内容は以下。老舗の花屋チェーンの社長、密園よきみこ十七。 は、投資家、稽動員、吉川孝治57の紹介で AI ショップ、寄り抜きの売り込みをかけた春、目黒蓮、たちに契約の条件として、花を1ヶ月で2000万売り上げ、という、無茶な条件を提示する。条件を達成するため、春と学、佐野隼人25は、は新宿、歌舞伎町のホストクラブ、トップダンリ、 フラワーギフトの最大市場である夜の町でホストになって、大勢のお客に寄り抜きを利用してもらう作戦だったが、額の気真面目な性格があだとなり、初日からトラブルに発展。ナンバーワンホストヒロト、黒場マリオ30から追放を命じられた春は、ナンバーワンが店のルールを決めると知り、自分が今月の売上トップになると豪語し、ヒロトもその挑戦を受け入れる。 一方、IT 企業、ドラゴンバンクの社長令嬢、キリカ、イマダミ二26は、密演に会社の買収を迫り、という展開。春たちが、ドラゴンバンクの策略により、ピンチになってしまう衝撃のラストだったが、それ以上に視聴者を驚かせたのが、次回の予告動画。春たちがソーシャルゲームに参入するため、大手ゲーム会社を買収しようと動き、 そこに登場するゲーム会社の社長役として、原義高が登場したためだ。メグロと原は2010年にジャニーズに入所し、ジャニーズジュニア、内のグループ、宇宙6で、原メグ、コンビとして苦楽を共にした名優。メグロはスノーマンでデビューし、俳優としても大ブレイク。一方、原は舞台などで活動と別の道を歩んでいるが、今でも互いをリスペクトしているという。 そして3月27日放送の I am 冒険少年 TBSK の脱出島で2人は待望の地上波番組での初共演を果たした。この時メグロはとにかく原が最高に面白いって日本中に知ってもらいたい。とコメント。また、メグロが大親友の原と共演したい。と番組側に自ら打診したと言われている。 原の連ドラ経験は15年放送の岸優太、27、主演の深夜ドラマ、お兄ちゃん、ガチャ、日本テレビ系、だけ。そんな原が抜擢されたのは、目黒への忖度と考えられます。本作は今田美代と福本里子、22、という、ファンも納得のジャニーズ御用達女優を揃え、邪水などで炎上しないような忖度もしています。 それだけ TBS がメ黒ロを重要なタレントと考え、将来をかけているのでしょう。ドラマライター、山川。また、視聴者の X、ツイッター、上の声には、今だと福本に関して、小柄なため、共に身長150センチ台、身長差があってメ黒ロが生えるという意見もある。これもメ黒ロを引き立たせるための気遣いとも言えそうだ。今や飛ぶ鳥を落とす勢いのメ黒ロに対し、 制作側が気を使うのは当然だろう。結果、本作はファンにはたまらないドラマになっている。今までにないイケイケな役柄を演じるメグロだが、万全な体制を得て、新たな魅力を見せてくれるだろう。原吉高にとっても、新たなステップになりそう。